はい、こんばんは、山田と申します。何だったっけ？このシリーズ、なんて名前でやってたっけ？カレ牛1グランプリ、の第4、ん？ 4 回目なのかな？もうちゃんと覚えてない。なんでかというとですね、多分放送は連続でずっと来てるのかな？多分毎日同じ、多分連投になってると思うんですけど、実はめちゃくちゃ日付空いてるんですよね。1ヶ月以上実は、ちょっと撮影が空いてます。今まで松屋さん、中岡で始まって中卯松屋すき家って来てたんですけど、吉野家さんだけね、ちょっとね、なかなかね、買いに行くのが大変でね、日永のあたりね、四日市のね、日永あたりにね、住んでる方ならね、あるあるでわかると思うんですけどね、吉野家だけね、異様に遠いんですよ、こっから。で、一番近いのが、駅前のね、近鉄四日市の駅前、ふれあいモールのところなんですけど、あそこ駐車場がないんで、逆に車でテイクアウトで買ってこれないんで、さあ、どうしたものかってことで、ね、ちょっと今日ね、用事で富田とかそっちの方に行っておったんで、帰りによってね、よし、今日取れるぞ、ということでね、取ってます。実はね、他にもいっぱい取らなあかんのがあるんですけどね、そのあたりはまた食べながら、でも食べながら喋るとまたあれなんかくちゃべってどうのこうのって言われるんだよな。とりあえずに取っていきたいと思います。どんな感じでやってたかもう思い出せないけど、とりあえずやってきます。これでサブちゃん用にしてるんだったっけ？どうだった？あ、まだね、1ヶ月以上前のデータですけど、先週手ついてないんでね、今、10月？10月じゃない、まだ8月のデータを、今11月、日付は11月の12日なんですけど、実は日付は。12日なんですけど、実はね、今触ってるデータがお盆の時のデータか。を触ってるっていう状態でね、ストックがね、ぐぐ、あのね、今ね、ストックフォルダがやばいことになってるんですよ。めちゃくちゃ圧迫してきてるんでね、多分これ、サブチャンにして多分もう数こなしてくんじゃないかなと思いますけどね。ってしないと多分さばけないな、ということでね、やっていきたいと思います。ということでね、写真も撮りながらなんですけど、ちょっと面白いのがね、今日はね、吉野家さんね、ってことでございます。吉野家さんは、牛丼並みとカレーで、いくらだったっけな。ん？あれ？どこ行った？吉野家の、一回出かけるだけで。あ、これかな？じゃあこれすごく気当たろう。これ？じゃない？ん？一日でも、買い出しに行くと一気に増えますからね。これでもない。これでもない。ん？じゃ、これは、ホームセンター。あれ、俺、レシートもらってきてねえか？やっちまったな。なんてこった。まさかのレシートもらい忘れ。やっちゃってるから。それから多分、車にポイって捨てたかな。多分そっちでしょうね。最近は、レシートを、店員さんが渡さないってことないですからね。あれ、法律で渡さないとどうのこうのっていうのが、わーってね、取り上げられて、会社側の方がもう絶対渡すようにって、結構指導ね、厳しくやってるんで、渡したのをお客さんがポイってするのは、ね、法律上、ね、その問題なんですけど、渡してないってなるとね、あの時渡さんやかったやないかってね、後からね、後出しじゃんけんで騒がれたら、お店が一発アウトになっちゃうっていうんでね、とかってなったりするけど、ちょっと待ってね。大丈夫、UPay で払ってるんで、履歴が残ってるはずなんで。金額はね、合計で848円でした。もうほぼ一緒だったと思う。380円と420円だったかな、とか、440円とかだったかなぐらいの、感じだったと思います。また、調べたの出しておきます。ってことなんですけど、とりあえず、食ってきましょう。ちょっとね、正直言うとね、だいぶね、疲れがね、来てるんですよね。ただね、今週、これね、めたくそ忙しい。仕事も、本業の方も忙しいんですけどね、いろいろとね、やらないといけないことがね、プライベートでちょっとやらないといけないことがね、もう、めたくさと、トゥードゥーリストがどんどん溜まっていく一方で、そんな中でね、4つ目の方がね、もう、バカみたいな企画を始めてしまったんでね、そう、本当はね、4つ目を復活させたのはいいんですけど、週1ね、週1、10？
何本、週1で、10分ぐらいの動画をね、ずっと投稿していくつもりで、一応ね、それ用の、ネタを考えて作ってあったんですけど、まさかの始めたネタがね、クリスマスケーキの特集なんですよ。あれでもクリスマスまで間に合わせようと思って、週1でやっとったら間に合わないってことで、途中で気がついて、結局しかも、1回のお店について、いちいちケーキ1個1個ね、全部ね、こう、細かくチェックを入れていくんでね、このケーキは何層になっとって、この何層のケーキがどれくらいあるかとかね、どのこうのやるとったらね、一番長いやつやと3時間くらい回してたのかな、とかってなってて。当然ね、10分1週間で組む段取りになると、毎日3時間収録、編集、編集、収録で3時間ってことは、そこから編集3時間、エンコードとかで3時間とかかかるわけですよね。ってなってるので、完全にプラン崩壊しちゃってましてね。さあ、どうしようかなということで、とりあえず飲むしかないってことで、今日はね、もう買っちゃいましたね、本当ね。ホームラン、買っちゃいました。もしよしでもね、ご飯の時はね、うませのレモンのやつよ。飲まないとやってないじゃないってことでね、やっていきたいと思います。で、で、今回ね、牛丼の並とカレーの並を買ってきましたよと、四日市のね、吉野家さんで買ってきたんですけど、面白いのが、牛丼がね、もう見る前にね、面白いのが、これなんですよね。カレーがね、こうなってるんですよ。多分これ中があれなのかな？ご飯だけなのかな？ちょっと開けてみようかな。ということですね。カレーのところがご飯だけになっておって、カレーが別に入ってるっていうパターンなんですね。これね、今回のカレー牛企画においては最も優秀なやり方でございますね。何せね、牛丼直接かけながら食べてご飯足せばいいんでね、めちゃくちゃありがたい。このカレー牛選手権においてはね、一番最も素晴らしい、ベストチョイスのやり方でございます。ありがとうございます。まあ、ただこんな食い方をするぐらいだったらね、カレー牛頼むよって話なんですけどね。そう、カレー牛もあるんですね。見に行ったらメニューが変わったのかな。カレー牛関係のメニューもめちゃくちゃ充実しとったんで、量とかすげえカスタマイズがやっぱしできるようになっとって。ということでね、写真撮ってますね。そう、もうね、写真撮っとくのが一番ってことに気がついたんでね、これ、載せときます。よいしょ。で、こんな感じね、ルーは、結構スパイシーそうな感じですね。黒いね。がっつり黒いね。ということでございます。まあ、写真載せときますでね。早速ね、食べていきたいと思いますよ。やっていきましょう。何だったっけ？これでいいのかな？こっちよりこっちの方がいいよね。よし、こうしましょう。じゃあね。スプーンで、よいしょ。スプーン、あれですね。ちょっと小柄な感じなんですよ。まあ、逆にこっちの方が食べやすいかもしれんな。なるほどな。で、ちゃんと。これもね、いただいてきましたんで。紅生姜をかけて、いただいていきましょう。まずはね、牛丼だけでちょっといただいてみましょうかね。まあ、吉野家の牛丼、まあとね、そう、なかなかね、そう、だから国機会がないとは言ってますけど、名古屋に行くときにはね、やっぱり、ね、吉野家食うことも多いですし。安定の吉野家でございます。うまい。なんでね、その松屋とかすき家の方のが行きやすい。道中だと中尾か、中尾、松屋、すき家もあるね、あるんで、そこら辺のが行きやすいんで、逆にね、ちょっと出かけた時にね、チェーン店がいろいろあるなっていう時には、吉野家にね、優先的に入るかもなっていう感じはありますね。よし。じゃあ、早速かけて。さあ、これですよ。今回のね、企画はこれですかね、カレー牛。いやー。まあ、カレー牛の次もいろいろと考えてるんですけどね。カレー牛の次のやつは、4つ目でやってくのかな。あっちの方の工場企画、そう、もともと言っとったやつですけどね。唐揚げ弁当をね、こういう感じでやっていこうかなってことで。毎回唐揚げ弁当をね、
紹介していくぞみたいなね、やつなんですけど。めっちゃスパイシーな感じでいいですね。で、いきなりそのカレー単品、ちょっとカレー単品でも楽しむ。空いたところに入れていけば、ずーっとカレー牛の感じで楽しめるからいいんじゃね、これ。これいいじゃん。おー。復活しましたよ。すげえ。で、しかもこれカレーでコーティングしたれば、もう全く色合い的にはわかんない。ほら。完全復活じゃないですか。うわ。え、待って。もうこれ無限ループじゃん。すげえ、すげえ。いいですね。な、ちょっとカレー単品でもね、いただいてみましょう。スパイシーですね。でもスパイスは効いていくけど、イコール辛いではないですね。辛さ以外のスパイスがいろいろと入ってる感じがすごくあるんで。カレーちょっと変わったのかな？前に食った時となんか変わってる気がするな。これ牛とマウは。うまいですね。これいいな。これやっぱこの、カレーが、完全に、分けてくれてあるのはね、これね、想像以上にね、やりやすいですね。ルーがなんか効率的に使えるな。あと、ちょっと、なんか、高級な感じしますよね。こうやってかけながら食べてると、カレー入れ、あれ、何て言うんだったっけ？なんか、特殊な名前ですね。カレーを入れる、高級なホテルとかに行ったらね、出てきそうな、そんなところで食ったことないですけど。で、こうやって取ってね、さってかけて食べる感じのね、あれですよね。まあ、そんな感じの、カレーな感じもする、してくる。気になれる。いいですね。いやー、まあ、とにかくこの後もね、それをどんどん取らないときね。とにかく資料が大変でね。なんでこれ、か、あの、クリスマスのカタログだけで、これで今、未紹介、あ、じゃない、データの確認が済んでるのがこれだけで、まだこれでも紹介しきれてないのがあって、で、しかもまだ、データの未チェックのやつ、どうやって使おうかなっていうようなやつが、まだこんだけ残ってますからね。これもね、全部ね、今からデータの取り込みとかやってね、やらないといけないって考えるとね、まあ大変なんですよね。で、まあしかもね、厄介なのが、これ喋りながらこうやってやってますけど、やっぱね、ちょっと夜中できなくなっちゃってね、ここじゃないんですけどね、ちょっとね、同じマンションでね、やはりそう思うんだけどね、うちの、前後、上下左右じゃないですよ。なんですけどね。あって。まあ、ちょっと警察沙汰とかにもなって、ちょっと大事になってるらしいんで、ちょっと、騒音関係はちょっと皆さん気をつけてくださいというね、通達がね、回ってきてましたんでね。そうすると、そんな中でね、夜中の2、3時にね、やるとね、さすがにね、っていう。なんで、収録できるのが、タイミングがあるのが半分になっちゃうんですよね。でね、これ厄介なのがね、じゃあ、昼間の時にね、こうやってバンバン確定やったりとかね、したいところなんですけど、昼間だとね、帰ってくる時間が遅くなりすぎちゃうんですよね。夜中だと、まあ変な話、スーッと帰ってこれるじゃないですか。なんですよ。夕方でね、ちょっと残業とかしたりすると、もう、バチクソ渋滞する時間に当たるんで、いつもね、それこそ20分ぐらいでね、行けるよねっていう距離のところがね、まるっと1時間以上かかったりするんで、そうすると、その分時間が押す、イコールその分余計に疲れる。なのでね、意外と平日はね、帰ってきて、編集画面開いたところでパタンって倒れてることがあります。この前マック食ったらこのままパタンってぶっ倒れてましたんでね。で、パッと来たらね、もう2時、ちょっととりあえず布団でちょっと1時間ぐらい横になって、よし、なんとか、行くぞっていう感じでね、やってるんで。で、しかも編集、逆に朝だと、朝がね、家、もう早い時間に出るんで、
ゴミ出しがね、できなくてね、逆に、生ゴミがね、どんどん溜まっていくしっていう、ジレンマ抱えるんでね、すごくね、うん、難しいところなんですけどね。他のみんなどうしてんのかなと思ったら、そっか、まあ、ほぼほぼ家庭持ちなんで、そこを心配することないんだよなっていう。あと、こんなバカみたいな収録をやってるやついないですからね。最後はもうドバドバっとかけちゃうか。ルーが、ルーの効率が良くて、ちょっとルーが余り気味なんだよな。で、結構溶け込み系なんですね。よしね、わー。いっちゃった。めちゃくちゃ野菜とかも、もう、完全にトロトロに溶け込んでますっていう感じですね。うん。一応ビーフンカレーなのかな。うん。お肉ももう溶け込んでますって感じですね。で、メニュー表も結構カレー牛をおしめにしとったんで、どっちかというとビーフ感をカレー牛で、牛でね、出していくのを、だから、スキヤに近い戦法にしてるのかなっていう感じがしますね。吉野家さん、結構、牛丼以外のメニューの開発のところがやはり、苦労が多いそうですもんね。キッチン周りとかももう大幅リニューアル何回もやってっていう感じで見えるんで、そのあたりがね、まあもともといろいろ作るよっていう前提でね、作ってる。例えばうどんを作る前提の中尾さんなんかもちろんそういうようなキッチン設備してありますけど、吉野家の場合は、もともとが牛丼一筋でやるように、キッチン設備を効率化してたんで、やっぱ今でもそれが、を引きずってるのかなという感じは、結構システムに出るとありますね。大幅リニューアル何回もやってますからね。結構設備投資大変ちゃうかなと思いながらね。どうなの？なんか体感的にはめちゃくちゃルーが多く感じるけど、でも実際の量は多分そんな変わんないよな。やっぱかけてやるタイプになってる。これ完全に分かれてるんで、ふだしにかけるんで、こういったぐちゃぐちゃに、今ね、ここら辺もぐちゃぐちゃになってますけど、ぐちゃぐちゃにならない分ね、麹ってよくカレーの素早さがかかるんで、ルーが多く感じるんでしょうね、そう、結果的に。私はあんまり混ぜないタイプですね。カレー食うときに、もう最初に全部もうドライカレーみたいにぐちゃぐちゃじゃーってする人もいますもんね。それも結構性格分かりますよね。うちは混ぜないのも楽しみたいなっていう人なんで。これ、ね、さっきみたいにこのご飯のところだけをね、こうやって食べて、こういう楽しみ方もできるしっていう。っていう食べ方かな。まあ、今回は後からかけたりしてるんでね、その分あれになりやすいですけど、ぐちゃぐちゃに、ね、なりやすいですけど、まあ遊びとまあいただいたと。あと今週はずっと夜勤だったんで、食べるときも常に黙食かのように黙々と食べとったんで、ね、これでね、声出しながら喋るの食べるのが久しぶりなんで、なんかそれもそれで新鮮ですけどね。ということで、いやー美味しいな。で、なんかガレーのスパイスもちょうどなんか うまく合う感じですね。だからまあこれに入っとっても心の一つでね、完結したっていうのもあるんですけど、なんか
カレースパイシーな感じの牛丼食ってる感じになるんで、これはこれで非常にありなんじゃないかなと思います。ご飯の量も、なみなみでね。でも、最近ちょっとご飯食う量がバグってるだけかな。全然いけるかなという感じなんでね。もうちょっと重いとかにしてやっても、で、1000円とかにぐらいで収めるような感じでやってもいいのかもしれないですね、というこんな感じでございました。まあですね、すき家さん、あと、吉野家さんはね、牛丼がね、超重いとかつって、肉ダク、ダクダクとかにできるんでね、それをね、で、カスタマイズするって載ってるし、多分それをそのまんま、カレー牛にも当てはめれるみたいなメニュー表になってたんでね、それはそれでまたちょっと楽しみ方としてありなんじゃないかなっていう気もしました。ただ、単純にこれやったらご飯の量は絶対、ボンと多いはずなんでね。一番そのカレー牛、今回のこの特殊な環境下ではありますけど、このカレー牛の頼み方ね。あ、でも、ってことは、下手すりゃ、カレー牛頼んでも同じ感じなんじゃない？カレーが超えてポンってつって、で、牛丼がポンって感じなんで、多分、単純に、今回の、こういう感じになるっていうことなのかな。ちょっとわかりません。量が多分の設定とかが変わると思うんでね。そのあたりはちょっとわかりませんけど。っていうことなんで、非常にいいんじゃないかなという感じでございます。なるほどな。吉野家さんもやっぱいいなということでございますね。総括とかはちょっと比較のデータまだ作れてないんで、それ作ってまたちょっと、総括みたいなのをやって、ナンバーワン決めるとかでやるのかなっていう感じですけど、まあいいか。美味しくいただきましたということで。あ、でもちょっと器のサイズが違うのか。カレー単品の方がちょっと器大きいんだな。そんな違いだったんだ。本当は蓋もちょっと違うわ。ちょっと大きさが違うな。かにくいですけどね。ということでね。ごちそうさまでした。こんな感じでいいかな。総括直るとどうやって死ぬような。何も考えてねえや。もしかしたらそのまま総括なしに、このまま山もなく、落ちもなく、このシリーズ自然消滅してるかもしれませんと。その時は、何も落ち思い浮かばんかったんやなと思って、ご了承いただければと思います。ということで、この動画をくれぐれで示させていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。基本、やっぱサブチャンだな、これ。メインは無理だね。